吉田屋さ,さんの究極奥義を聞いていて私はね離婚しない結婚した関係ってものをね思いつきましたねまあ今ではそんなに単純に測れないと思いますけどもまああの本当にすごくシンプルに考えてね女性視点で見ると結婚した男性に嫌られない限りはその男性から毎年毎年ずっと養ってもらえる悪い言い方をすると搾取することができるんですよね そのために自分の信頼とかあのその他かの魅力ってものをずっと提供してればいいわけですよねそうすると旦那さんからはあこの子と絶対話さないぞこの人は話さないぞっていうふうにずっと思っていただけるとその結果養うという,うリソースをねその男性から引き出すことができて、まあ、しかも最後にはあ遺産ももらえてめでたしめでたしみたいになるんですよね、まあ、実際はこんな、ね、単純な話じゃないですけどもあくまでも例えとしてね 例えとしてチー主ならそうかなと。ただ女性が自分勝手なことをして男性に嫌られると、あ、もうお前いいよって感じで、結婚に至らなかったりとか、結婚後に離婚があったりとか、浮気をされてそっちに乗り換えられたりとかして、継続的に、えー、その男性からリソースを得ることができない。つまり常連を失うっていう言い方もできましたね。うん。まあちょっとどぎつい言い方だったんで、えー、ちょっと変えますとね、えー、まあユダヤ人の教えではないんですけども、あのー、まあ商売をやっていて、 あの超魅力を感じていただけているお客様超お得意様がいるんですよねそのお得意様に対しては私の商売の感覚でいうともうどんどんふっかけろって話なんですよ新しいメニューとか高額商品が出てきたらとにかくその人に勧めるんですよね一番のファンの人に一番高い価値のものを高い価格のものを販売することができるとでも一元さんとかまだ常連さんにはなってないね、えー、ABC っていう分類でいうと C っていうお客さんですよね ちなみに ABC 分類っていうのは A が週に1回以上来店してくださる方 B は月に1度以上来店してくださる方 C っていうのはそれ以外っていう考え方なんですよ C っていうのはお客さんではあるんだけども本当と年に1回来るかどうかわかんないなとかねそれ以下のペースだなとかねまあとにかく月に1回も来てくれないなという方なんですよそういう方はまだ信頼関係が薄かったりしますのでどんどんねサービスを した方がいいなとと思うとでも A ってお客さんはあの安いからとかねなんとかだからって来てるわけじゃなくてもう完全に自分のもの自分の空間として自分の店を使っていただけてるんで私の店を使っていただけるんで少々無理なお願いをしても大丈夫と例えば飲み会を企画してもじゃあ上女王得意様専用の飲み会ちょっと1回5,000円でするよってってもやっぱ来てくれるしなんだったらね新年会やりますよとかで参加費1万円ですよってっても20人ぐらい集まったりするわけですよ。 それこそ通常の商売をするよりも儲かるみたいなことができるんですけども、まあそれはどっちかっていうと、高いものを売ってあげることによって、あ自分はそういった特別扱いをされてるんだなって感じさせる効果があったりするんですよね。まあだからシークレットの1泊2日50万みたいな速可軸のね、あの、マンツーマンコンサルっていうのがあるんですけども、その1泊2日のコンサルっていうのは、特定の人にしかオファーかけないわけですよ。もしくは、 そういうのを話を聞いたんだけども自分はどうやったらその資格がありますかって聞いた人に対してこれこれこういうものをこなしたら参加できますよその時は私があなたの家に行くもしくはホテルを借りてそこでみっちりと1泊2日で、えー、マンツーマンでやりましょうみたいなことを言うわけですよねそうすると昨年一昨年か一昨年じゃないですけどもフ布院の方でねそれを2人いましたんでねあの私の方は2泊3日でそれぞれ別の人をコンサルしたみたいなことがあって終わったらもう超感動でしたね そういった方ってのはもう本当に相当離れないですよねきっとねでしかも結果的に稼ぎるようにできるわけですそこまでみっちりやるとそうなるとその方は稼ぎを増やしてその稼いだ中からあーまたね新しいコンサルをずっと受けてくれるっていうことでまあ成り立っていくところがあったりするわけですよねまあでもねすごい高いレベルに行くと私の手から離れて独立しますね <laughs> まあそうなると今度は 何らか別の形でね、ちょっとこう、タイアップしてみたりみたいなレベルになってくるわけですけどね。まあ中にはね、私よりもね、すごい人がいて、すごくなっちゃった人がいて、私の完全に手を離れて、もうあまり振り向いてもらえないみたいな存在もあったりとかですね、ちょっと師匠を超える弟子っていうのは誇らしいもんでもありますけども、ちょっと寂しい気もしますね。はい。で、今回は、あのー、サイボーグ009からね、えー、こういった勇気についての、あのー、お話をちょっとしたいんですけども、あの、敵と戦ってる時に、 あの敵が、ね、言うんですよ『009ゼゼ』ってお前は加速装置みたいな素早く動ける能力を持ってるけどなんだそれだけしかないのかとお前にそれを取ったらどんな能力が残るんだっていうふうに聞かれて『009ゼゼ』はね少し答えに困るような駒送りなんですけども足を止めてパッと振り返った時にこれを失ったらあとは俺は勇気しかないんだっていうわけですよ。でも勇気ってのは主人公にとってかけがえのないあのエネルギーなんですよね能力なんですよね。 全ててて、を失って打ちのめされてもうボロボロになった時に最後に奮い立つのはやっぱり勇気なんですよね。自分の身に変えてもミッションを達成したいという勇気怖いけども一歩前に進むんだという勇気、うんまあ、そういった勇気というものがあればどんな不利な状況からでも もう一発やってみるかとかとねどんな年齢を重ねてももう一花探せられるんじゃないかなってことで新しいに挑戦ができると何回詐欺にかかっても何回騙されても次こそはと思ってね深みにはまるという言い方もありますけどもそうして何かを求め続ける姿こそ勇気でありその勇気をね常に振り絞って生きる姿こそ人生なんではないかなと思いますよねはいじゃあ今回は以上です